まあ、やはり得点力っていうところだと思いますね、はい。まあ、ある程度守備というところは比較的、まあ、昨年フィッカデンディ幹事監督が築き上げたものと、まず最初のチャンス長木が蹴った、あ、大外、藤井だ、折り返すか、後ろからだ、おー、ナイスキーパー、もう一度あるか、スウォービクロンナイスセーブがありました。やや近いサイドに長井、さあどこを蹴ってくるでしょうか。中谷が走って、中谷走ってくる、スラして決まったか、どうだ、入りました。先制は名古屋グランパス。前半10分です。相馬がもらったフリーキック、見事に押し込みました。セットプレーから先制、名古屋グランパスです。ダンスです。非常にこう鋭いボールを入れてきて、まあ、ニアで長井がすらしたボールに対して、まあ、ここよく開けたスペースですね、空いたスペースでよく入ってきましたよね。まあ、長井のボールも良かったですし、このすらしたボールに対して、まあ、もしかしたらこれもデザインされたものかもしれないですけども、もっと空いたこのスペースでよく走り込みましたね。酒井、松木、バングナガンで渡辺龍馬超えてきた、木本の右足炸裂、フルス対戦木本、今シーズン2点目、名古屋で豊洲田で恩返し弾を決めました。ここをうまく走り込んでですね、バグナガンでのワンタッチのクロスで、ただ木本ここまでよく来てましたよね。まあ、長井もついてきたんですけども、それよりも早くこのこぼれ球に反応して、1回はこう追いつかれたんですけども、かわして、あ、当たってるんですね。酒井にちょっと当たってコース変わってるんですよね。あ、そうですね、はい、はい。あとこぼれ球への反応と、先に長井よりも先に触ったというところがこのボールにつながりましたね、はい。ずれたところは塚川がいました。そして松木だ、松木だ、早いリスタート、森下上げ切った、流れて FC 東京相手に見事ゴールを決め切りました。今シーズンの4点目、ここ素早いリスタートですね。 FC 東京の選手もこれ、中野選手も準備できてないですし、まあ、森下もこれ、まあ、シュートかもしれないですけどね、うまく流し込んで、長井もよくこれ反応しましたね、はい。まあ、一瞬の隙うまくつきましたね、長井として。フェリッピ狭いところ、ただもう一度まだあるか、ここで長井、試合終了の笛です。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push notification.